行く順番は自由なの？これ。これは、どうしような。炎、炎を生み出すやつあんまないよ。一回で解けないの？なんなんマジでこれ。一回で解けないの。この系のやつ全部失っちゃったんですけど。ありがとう。そうだね、一回戻って補給もできますね。あ、中東兵隊ピピピピピー、やったー。スピアゲットしちゃった。お、これはアブロ。よし、あれこれいいよね、便利だよね。炙ってし炙って何も入ってないやん。おい、何も入ってないやん。ルナ嫌いでしたい、誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。レベルアップおめでとうございます。俺のレベルアップは来月だ。うう、やだ、迎えたくない、来月。これってさ、飛べる？あ、飛べんだ。行くぞ。まずどっから行けばいいの？どっから？どっから攻めていけばいいんだ？どっから入ればいいんだ？あ、そこ入れそう。うん、おれ、ドン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 、おれ、ドンドンドン、いいぞ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 、つけ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 、よーし、ついたー。オッケー、丈夫な長棒。もうここら辺もやっとくか、ちょっと。毎回間違える、毎回間違える。で。はい、来たー。よし、兵隊スピアだ。違う、毎回間違え、未だ覚えず。これから使っていこう。中途半端にいろいろ使ってたらいろいろ壊れかけられるのがいっぱいできちゃうから。よし、トントントン、はい、おお、水、大丈夫、おめでとうございます。無事レベルアップしたね。みんなでレベルアップしていこう。もう毎年溶かせってか、溶かせってか、また、うーん、どうしよっか。これでも5個しかないんだよね、これ狩人の頭も。ポーチ、あ、盾壊れたか。狩人の盾、ポーチから出す。よし、またガチャ回しに行かなあかんな。でどうするか、盾でいいか、盾のどれかにつけとけばいいか。兵隊盾、兵隊盾強化を外して、いや、ここら、んー、ここら辺のやつにつけたくないな。削除してグラビルドで、で燃えろ。よーし、ほら、ほら、いや、これはあれか。こうだー。よし、エバラの子またね。よーし、もう来月だー、早いんだよねー。鍵、鍵、これ鍵、ゾラニウムの盾、消費エネルギーを抑える。へー、え、鍵を鍵を、鍵探しに来たんですけど、こっちは鍵を、潜れないよね、水の中。鍵探しに来たんですけど、これ便利だ、これ便利だね、この能力もいいね。やっぱ今作の能力全部いいわ、なんかすげえいいしっくりくる、すごい。どっから中に入るんすか。普通にまっすぐ入れるんかな。まっすぐ意外と行ってないか俺。本作の能力全部いいな。
何これ、入れませんよ。そこから入るわけでもないもんね。ここも入れない、全部入れないじゃんこれ。え、どうするんだこれ。あー、オッケー、ういーポン、エバラのゴマダレ来た。全部、何、おお、おら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 、大丈夫か、おら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 、一生俺のターン、一生俺のターンだ、おれい、やばい、え、待って、燃えた、痛い、リベンジじゃボケー、あ、間違えた、あの、いやちょ即死、ノーダメで勝ちます。ほら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 、オッケー、相手に何もさせるな、いいぞいいぞいいぞ、ナイス、ほら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 、よっしゃー、何もさせんなあいつに、よし、ふー、余裕だわ。オパール、ウルト30円です、30ルピーです。レバーになるものってことでいいのかな。すげえ、レバーも、待って、ダメなの、すげえすげえなんてこと、もうちゃんとちゃんとくっつけないと、よし、おお、勝手に重みで、重みで何でもいけるんよこれ、自由度が売りですから今作は。作るんです、作るんです、です、ねえ見てリンク、これ鍵かな、風車みたいな形だね、君で回すのかい、君で任せてリンク、任せてリンク、いけい、それー、お、これが1個目の鍵ってことか、回すと下がるのか、歯車が、リンクこれが鍵だね、あと4つだ、どんどん行こう、急に喋るのやめえ、びっくりした、おい急に喋るのやめ、イベントシーン以外で勝手に喋るんじゃない、びっくりした、びっくりした、びっくりした、イベントシーン以外で勝手に喋るんじゃないよ、あれれれ、いけないじゃん、え、横から入ったりする、これもしかして、え、横から入ったりはしないじゃん、しないじゃん、そんなのないじゃん、嘘じゃん、嘘じゃん、ビーチじゃん、なんか大砲に見られてるじゃん、怖いじゃん、ホッツホッツ、怖いじゃん、おお、でも横から入れる、横から入れるじゃん、そういうことじゃん、はえー、横から入るんだ、そこに行けますか、次は、ふん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 、おりゃおりゃ、バカチンだ、炎が、ちょっともう、何、お、タイマー爆弾、次元式で爆発するゾナウギア、破裂の衝撃は他のゾナウギアを起動させることが、へえ、そんなものがある、あっち行ったら地上のやついけるよね、
よし。熱い熱い。ん？ここ開けれるのか。そう、レイ、エバラのゴマだれ。開いてんじゃん。開けたんだよな、俺が今。あいつ。あ、あれは高いやつ。高いやつ返せ。待って、あ、取られちゃったってこと？待って待って待って。痛い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 。これ使うか。ルビー燃やされちゃったってこと？これ。痛い。ルビー燃やした俺の。返せルビー。何ゲットした？何ゲットした？ルビーゲットした？燃えたルビー？何ゲットした？ちょっと110ルピー目の前で燃やされた。ああ、俺の火、俺の武器に火がついた。110ルピー燃やされたんですけど。110ルピー燃やされたんですけど。ルビー取れなかったと思う、多分。なかったよね、アイテムにルビー。燃やし尽くされた。売ると高いやつなのに。あいつ物の価値が全く分かってねえ、ほんとに。やってらんねえよ。なんだよ、これ。もうこれも武器に してやるぜ、これも。くそー。よし。うれい。コンパクトになったね、すごい。これ開かねえだろこれ。開いてない開いてないけど、開いてないけどさ、これいらねえや。よし、オッケー。体調 H 武器になったはず。嘘、武器。ああ、ルビーの剣。ああ、これか、俺が手に入れたの。いらねえルビーの。何じゃこれ。のどちんこだこれは。何これ、何これ。スカム、何これ。くっつけて、よし。おおすげえ、こんなこ、どうすれば？そこで回して、そこで入れれば。待てよ。ここは知恵でどうにかしようぜ、知恵で知恵でどうにかしようぜ、これ。これ結構ゴリ押しいけるから、このゲーム。ゴリ押しいけるから。あかんやん。よし、でもダメか、これでやってもダメか。滑る滑るこれ、滑るこれ。ああ、ああ、もうああもう、 そっから回して、開いた瞬間に入る。どうにか、絶対あっちの方がいいじゃん安定感絶対あっちの方がいいじゃん。ちょ待ってこっちの方が絶対安定感いいじゃん。これだ、君に決めた。よし、宝箱とかあんな不安定なものいらん、マジで。なんだこれも使う。よし、これ高さのかさ増しができたよしよしよし
ッケー。チューリの風で回すのも良さそう。なんか開いてる、なんか開いてる。よし、動いてる間だけ。いやでも、え、なんだ、おい、もういっ、なんかいけたわ。押したらいけたわ。楽しい、これマジで。自分なりの攻略がいけるぞこれ。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。殺さないで、殺さないで、殺さないで、もう殺さないで、殺さないで。ほら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 、よーし、よーし。ふぅ、あ、これで、チューリー、予定とは違うけど取れたから、よし。マジ自分なりの攻略法ができていいぞ、楽しいぞ。ほえ、2個目、あれ3個目か。あと3つ頑張ろう、リンク。3つか、よし。楽しいな、こいつら素材になるから。素材倒すかよこいつら。あ、でも怖い怖い、弓か、ナイス。おい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 、素材よこせ素材。こいつらの中東兵のあれが、あ、火炎の実もありがてえ。違う、これがいらないな。よし、で、オッケー。あ、木の矢間違えた。あっちもいるけど、まあいいか、とりあえず。これいい、マジこのゲームいい。あ、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 ちょ、あ、あ、あ、やめてやめて、殺さないで、まだ殺さないで。 B2 ね、 B1 に2つあるぞ、あと3つでしょ。こいや、あ、壊れた、なんでよ。まあいいか、ドラニウムこれでか、ボコ立てて、やめて、うい、危ない、トイ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 、よこぜい。おお、ゾラウエネルギーが大量だ。弓もこれがいらんかな、これ捨てて、よし。なにこれ、よいしょ。あ、あ、あぶねえ、ない。よし、ね、遊び方が、あ、ルビー、俺が失ったルビーが帰ってきた。おかえりおかえりルビー、おかえりルビー。あ、つかめないの、つかめないのか。うん、よし、おかえりルビー。よし、ウルト高いからルビー、マジであのウルト高いルビーを雑に使いやがって、ほんと絶対許さんぞあいつマジで。ここはどうやって行くんだ、また下から行くのか。宝箱あるね、箱の中何も入ってないからいいか。基本なんか燃やしても何も入ってないからな。斧がないんだ、斧が、斧がないから。B2 に行くのだよこれ。 B2 階だ、風の神殿 B2 階。ちょっと何 B2 階なんか壁崩壊してる、壁の亀裂から入るんかこれ。横の壁の亀裂から入れそう。 B2 階、反対側が開けるやつっぽいね。ここはなんで壊れないの、鋭利だろこれ絶対。この剣結構鋭利だと思うのに、なんでな、なんであかんの。なんだったらそこから行けるのでは、この穴から入れるのでは。この穴は無理か、入れたわ、簡単だなここ。おら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 、痛い、ごめん。あいつ絶対許さん、痛い。え、 2.5、 ちょ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 、スパイシー、ういっ、あ、ナイス、
ジャスト回避しようと思ったのにな、今。こいつ強い武器持ってるぞ、絶対。あれ、こいつの持ってた青い強い武器は落ちたの？これがゾラニウムの剣。ゾラニウムの剣か。待って、ゾラニウムの剣ってもしかしてめっちゃかっこいいものなのでは？これ捨てるか。待って、ゾラニウム剣、見てこれ。すげえ！すげえ！蛍光のライトみたいな。ペンライトみたいなやつ。ペンライト。ペンライトみたいなやつになった。まあ、とりあえずこれで、ちょっと、処理。準備できたよ。いけ。うい。ビームサーベルみたいな感じ。短い。これで3つ。リンク、あと2つだよ。ゴールが見えてきたね。ね。で、そこ開いたと。戻れると、そこから。あと、他のとこだよな。ビーチ。反対側から入る感じか。反対側どっちか開いてんのかな、これ。じゃあ、あれだな。一回戻って。高すぎると無理。高さありすぎると無理なんだ。経由すればいける。よし、すげえところから出てきたんだ。思ったのと違うところから出てきたけど、まあいいか。どこから出てきとんねん。ちょっと待て。変なところからニョキって出てきたけど、びっくりした。何かと一瞬どこにいるのかわからなくなった。そんなことあるんだ。データ。開いてる？開いてる？開いてない。こっち開いてない。ちょっと狙われるから、ちょっと上から行こう。君か。倒そうか。ああ！チュチュゼリーはあってやる。いくらあってもいい。これ凍らすやつでしょ。なんだ、これで凍らしてもいいしね、やつらは。弓で。弓何本あるの ?58 本あるのか。意外とあるの。お、いけるじゃん。つららか。ちょ。痛い！つららのダメージ食らった。もう、スパイシー。足りるかな、ご飯。やった。何そこ。ちょ、びっくりした。キスの目玉。これでいけるかな。ダメ？ダメか。そもそもツルツルすぎて登れんか、つららは。いけた。いけたけど、これ戻れるか、これ。よしよしよし。見た今の。サファイア高値で取引やった。すげえ、これ。なんでもいけるじゃん、これ。なんでもありやん、これ。すごいな。ゴリ押しいける。戻ろう。すげえ、このゲーム。なんでもありや、マジで。
自分がこれできるかなと思ったら大体できる。これいいな、全然ゴリ押せるの楽しい。本作いいな、この決まったやり方じゃなきゃダメですみたいなのないな。ちゅうたっかこれ、びっくりする。そして戻れ子だ、久々だな戻れ子。怖いよ、大丈夫大丈夫、怖いよ、何が起きる、何が起きる、大丈夫、ああ怖い怖い、やばい、ういっ、あ怖い、こいつ回転攻撃を使うぞ、やめろ今だ。ほらゾラニウムの剣壊れた、弱、ほら丈夫なコンボで、ほら、あガード崩せる、ほら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 、よし丈夫なコンボに、丈夫なコンボを、あでもこっちがいいか、ドラニウムの中東、おらいいぞ、中東兵隊ブレード来た、ダメ、あそーれ、よしね、アイテムだけじゃなくて攻略法も自分で作れるというね、つららで、でもつららであそこ行った人、俺多分俺だけじゃないと思うな。これどうすればいい、これ。これもつららつなげてやればいいか、これ。つららつなげていい、これ。つららってことじゃないの？つらら的にはちょっとあれか、いやでもいけそうな気もせんでもないです。つららをいけたつららでいけたすごい、つらら丈夫だな、おい、これで早くチューリー、やべえこれ楽しい、つららの汎用性高、何でもできるやん、つららで。あと1個か。次で終わりだよ、リンク。あとちょっとだ。最後が分かんないんだよな。最後どうやっていくんだろう。これ開けれるか、これ。開けれんじゃね、これ、蓋。取っ手みたいなついてるし。それはチューリー任せたぞ。開けましたおお、マジでこれ何キロあんだこれ、開けちゃった、開けれんだ、便利、下から行こうとしてた俺は何だったんだマジで。何、おい余裕だった、なるほどね。あ、ちょっとチューリー。いい風が来てる。いい。ネグー。ナイスだ。これで全部。コンプリート。リンク、鍵が全部解除できたよ。できたね。これで看板の扉を開けるはずだ。さあ行こう。行くか。行っちゃうか。お。はい、よし、お兵隊ブレードどれ捨てっかな、兵隊スピアがいらんか、カリュウのやつは燃やすためにいるか、うん、これはあれ壊すためにいるよな、兵隊スピア捨てよう、6しかないし攻撃力、これで戻れる、戻れる、戻れる、だいぶ高いところに行くんじゃないこれ、どこどこ、おお、どこな、どこ、変なとこ経由するね、あ全部緑になった、やった、これでまたちょちょいと、やめろーい、ちょちょいと押せば
ボス戦かな、楽しみだな。勝てるかな。 HP4 だけど俺 HP4 しかないけど、何回も雑魚的にワンパンされてる俺がボス倒せんのかな。ニアロの席でしてくまはボス倒せっかな。ドキドキ、鍵全部開けてきました。中に入るのかボスが出てくるのか、ここに。あ、出てくるパターンだー。おお、チューリー大丈夫か。あ、俺もいるよチューリー、仲良し。え、お、穴の中にガチが出てきた。うわー、ムカデミ、うわー、空飛ぶムカデだこれ。フリザゲイラ、風の神殿に救うフリザゲイラ。ノルの背中に。俺も、うわ、甲羅ついてるよ、トゲトゲの。どうすんのこれ。すごい風だ。リンク、飛ばされないように気をつけて。どうすんのこれ。どうなんだ。リンク、なんとか攻撃に転じないと。はい。うい。オレイ。聞いてるよリンク。聞いてる。すげえ。変なとこ入ってた。なんか壊せるやつがあるぞ。下だ。わあ、怖い怖い、こいつワープしてくる。すげえ空中戦楽しい。あ、上からも来てる。上見てない俺。上は見てないよ。次はどこだ。穴開いてる。お前どういう存在なの。あー来た。すげえすげえ、腹飛ばしてくる、角飛ばしてくる。今だー。待って、あ、ちょ、あ、あ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと勇み足でした、ごめんなさい。あ、トゲ生えちゃった。くそ、面白い空中戦楽しい。ちょっと角度がうんちだった。今だ、オレイ。オッケー。でも全部壊したらまた別の形態になるってことかな。やばいやばいやばい、怖い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 。で次上から来たりするよね。移動しとけば大丈夫か、移動しとけば。おお、おお、また上にいないと。上に、あんま高いところに居すぎたらちょっとあれだから、下がりつつ。ここだ。おい、え、場所ミスった今。どこに行くの、あれ壊せなかったってこと。なんか一箇所、また下から来るよ。怖え、下から来るの怖っ。怖っこれ。ボス戦楽しいぞみんな。早く。ああもうほら甲羅が。くそ。ちゃんとギリギリまで近づいてからやらんとあかんな。何もしない別に。人をバカにしやがって。大人をバカにして。お、倒した、やった、倒した。穴だらけだよ、3つ穴開いちゃう。3つ穴、次どうする。あ、怒った。あ、回復してる。難易度むずくなってまた同じ感じのやつか。なるほど、ダメージ食らうやつかなこれは。竜巻、リンク、竜巻だ。いた、ちょ、ダメだよ。勝手、あいつが近づいてくるんだが、
竜巻から近づく口で飯食える？あいつから近づいてくるんだが、焼きどんぐり、焼きりんご、焼きひんやりだけ、ひんやりだけを焼いちゃったよ。あ、マジか。そう。そう、竜巻のせいでちょっとあれだな。ちょっと困るな。どんだけどんだけ避けつつ近づきつつ、いてまだいける、まだいける、OK、 いける、よし、 OK、 コロコロしてる、空中でコロコロしてる。なかなか空中のね制御が難しい。今度は上から来るとかない、ないよな。また下からか。まだ基本同じだね。竜巻がちょっと邪魔してくるだけで全然弱いぞ。なんだったらあのザコ敵の方が強い。こいつ一撃のダメージがそんなでかくないから、ザコ敵ワンパンされるけどこいつにはワンパンされないから、ワンパン攻撃がないだけマシだな。弱い。オイラの風ならこの暴風でも一飛びだよ。危ないと思ったらいつでも呼んでて。一飛びじゃないじゃん。嘘つき一飛びじゃないじゃん。一飛びっていうか一飛びしてたのにさ、木の声。やべ、もう始まってるじゃん。早くあれがトゲを出し切る前に。OK。ういあと一、あと一箇所。クッパの甲羅みたいだな。クッパのトゲ付き甲羅。これ当たらんな。下からの攻撃当たらん。全部外してんのにあいつ絶対やめようとしないもんね。その攻撃全部外してんのに。下からの攻撃命中率ゼロなのにずっと使い続けてくるの、なんなん。ナメプ以外の何者でもない。竜巻。オッケー、真ん中の方が低いな。竜巻そんな端っこでやんの？ちょっとそんな端っこ届くのそれ。え、無理じゃない？端っこすぎてそれいけなくない？後ろ向いてるからさ、リンゴ。ダイビングすればいいのか。いや無理だって、それ端っこだってそれ。いやちょっと端っこすぎたって今の。ちょっと端っこすぎた今のは。端っこすぎていけなかったって。ちょっと半分出てなかったもんだってねえ。ちょっと横に。おーし、気をつけて。ダイビングすれば前の方行けるか。痛い。ちょっと前に行けないよ。これ今回もダメか。ちょっとあーくそ、前に行けない。前にあんま行けないぞ。メラメラクシア。ちょっともう最初から上空ぐらいに行っとかないと。あれの甲羅の上空に行っとかないと。前に進めない。あと出て、出て。もうゴリ押しでいくぞ。ゴリ押しで今だー。よし、あったー。うわー、かわいそうに穴だらけにしちゃった。うわー、力取った。こいつ倒したら水戸の村がわー、氷から解放される。やったぜ、粉々にしてやった。竜の巣も消える、これで。ふぅ。お、何あれ、月？
おお、竜の巣がやんだ。ボス戦楽しかった。あ、ハート、そうか、ハートの器、かけらじゃなく器もらえるんだっけ。これで HP が5になる。やっと。あ、マガタマ、また2個目か、マガタマ。今回のひび割れてないね。最初のやつひび割れてたけど。ハートの器だ。まあ特に縛りプレイはしてないので、いただきましょう、ハートの器。いいね、ハートの器ランプ欲しいよね。4000円だからね。4000円、これが4000円か。1個4000円です、これ。やった、最大数1増えた。ポッ、きたー。やった、これでワンパンされないか、あいつらに。チューリー、4000円だぞ、1個。そう、手のひらサイズで4000円だから、これは4万円ぐらいするの多分。あ、ちっちゃくなっちゃった、マガタマ。俺だぞ、パシッ、サウルだ、俺のだぞ。ジョン、あっ、わあ、なんなんこれ、記憶見れるなんかの、違う、あっ、我が血を継ぐ者チューリオ。その声はリーバル、リーバル。あ、さっきからずっと違う、オイラたちに話しかけてきてた人。リーバルよりさらに奥のやつ、奥のやつ。我はそなたの遥か遠い祖先。声はリーバル。初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。リーバルよりもっと前だった、これ。風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。俺は、さすがは我が子孫リトの誇りだ。俺は、あれは村を覆った吹雪の元凶であり、うん、魔王によって差し向けられた魔物。そうなんだ。その目的は先ほど触れた石、あ、秘跡がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘跡、ファンタジーだね、ファンタジーだね。そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だいぶファンタジーだから、まず知ってほしいのだ。何を、封印戦争と呼ばれる戦い。お、そして我が一族の使命を。封印戦争って何。それは今よりはるか遠き過去の出来事、うん、この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。強そう。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。これカノン。それこそが魔王だが、カノンじゃないよね。対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと、ラウルだ、6人の戦士が立ち上がった。増えた。ラウルは魔王と戦うためのゼルタ姫いるよ。あるものを我らに渡した。マガタマだ。それが秘跡、持つ者の力を倍化させる秘宝だ。倍化。我もその一人、風の賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。姫いたよ、姫含めて6人か。しかし奴は兄弟であった。我が翼を持ってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力、チートやん。国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、封印か、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。ラウル、それが封印戦争。封印できるのすごいね、格上なのに。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、あ、姫ほら、人族の使命を決定づけた。薄着な、薄着な。6人の賢者が一人。時の賢者。時の賢者だ。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。時の賢者だから遡ってるね、時を。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。そう、時は操れる。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、
再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。ありがとう、ゼルダ姫の根回しのおかげで。ありがとうありがとう。だからこの時代の時の賢者は未来のゼルダ姫だったってことですよね。戦争のすべてと我が一族の使命、鶏が先か卵が先か問題ってことですよね、これ。しかし魔王復活は近い。完全に現代のゼルダが過去に行ってるもんね。リンクのこと言ってるし。どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。眩しい。ゼルダ姫、過去で頑張ってんだ、ゼルダ姫は。リンクと共に戦うのがオイラの使命？スカオも過去だっけ、確か。懐かしいね、スカオ。リンク、オイラすっごく嬉しいよ。かわいい。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。そうだよ。そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。ほほ、緑色になった。おお、かっこいい。あ、足に。すげえ、至れり尽くせりだな、これ。オイラは風の賢者、見て、これが賢者の力だよ。あ、おお、何それ、いきなり。いつでも呼び出せる、これ、もしかして。すげえ。リンク、手を出して。でかっ、おっきいな、体ちっちゃいのに手おっきい。風の賢者、チューリの名において君と共に戦うことを誓うよ。受け取って、これがその証だ。何何、これも右手に来るのか。すげえ、俺の右手何でも吸収するな。すげえ、これでいつでもチューリがいなくてもできるってことだよね。あれが後ろから追い風、ありがてえ。お、なるほど、指輪として増えてくんだ。どんどん手がごつくなっていくじゃんね。指輪、全部の指に指輪つけるんだ。じゃあ、お、チューリーはついてきてくれない。まあでもチューリーだと一回一回話しかけなきゃいけないから、ちょっとめんどいから、ちょっとめんどいから。オイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。これで話しかけずともいけると。よーし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。報告だ。そう、チューリーだと一回チューリーに話しかけてから準備をしてからやんなきゃいけないけど、チューリーいない状態だから準備なしで多分いけるから楽になったね。より強くなった。チューリーと離れることによりより強くなった俺は。デジェポイヒでした、こんばんは。そう、チューリーだとね、一回準備しなきゃいけないんだよね、話しかけて。だからチューリーが近くにいないとできないんだよね、あれ。なるほどね。前回はリーバルトルネード。今度は、チューリー台風だな。チューリー台風。わからんが。まあ、チューリーはチューリーでやることあるんじゃない。ほら、雪がやんだよ。モフモフの聖地に春が来たよ。おお、その溶け方は異常な気がするが。おお、溶けた溶けた。これで前作ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時に戻ったね。おお、急にあったかくなるよ。あの穴の中なんかありそう。ふう、わ、船が見えてんね、常に。天の空、船が。雪景色もよかったけどね。似合ってたけど、ちょっと。もふもふに似合ってたけど。
まあ、これで食糧難から解放されたと歌ってたもんね、ちびっ子たちがみんな。 お前たちやったな。リンクと力を合わせたからできたんだ。ふむ、大したものだ父ちゃん、手羽先。それにしてもわらべ歌の天の鳥船が本当にあったなんて。そうなんだよ、おいらもびっくりしちゃったよ。風の賢者やぞ。ちょっと俺が族長だ。あ、くれるの。いや俺にくれよ。よくやったぞチューリー、俺も欲しいそれ。え、父ちゃんの弓ずっと大事にしてたのにおいらに。じゃあチューリーの弓欲しいな。逆にお前が一人前の戦士になったらやるつもりだったんだ。いいなあ、くれ、俺にくれ、俺が欲しい。壊れないやつがいい。壊れない、壊れない弓1個欲しいよ。ありがとう。この弓にふさわしい戦士になってみせるよ。でっかくなったら風の賢者だもんね、もうね。でもリンク、ご先祖様が見せてくれた光景の女の人、ゼルダ姫様にそっくりだったよね。ひょっとして本物の姫様だったのかな。でもあれはずっと昔の出来事なんだし、わからないことだらけだよ。俺はわかってるけどね。言わないけどね。教えてあげないけど、俺はわかってるよ。よし、この前、天の鳥船で見た人影も気になるし、おいらこの辺りを徹底的に探してみるよ。次に会う時までに、必ずゼルダ姫様の情報を掴んでおくから、絶対また会いに来て。リンクとオイラは賢者の力でいつでも一緒だからね。風の賢者チューリとの盟約。風の賢者チューリと盟約を結んだ証。使うことでチューリの分身を呼び出したり戻したりすることができる。ポーチを開く。使うってのは呼び出し解除。解除。解除って何？キラキラしてる。水戸の村のチューリ、これで一安心だな。また一緒に戦える日が来るまでもっともっと強くなってみせるよ。なんだっておいら風の賢者の子孫だもん。リンクの足を引っ張るわけにはいかないし、ゼルダ姫様のこと気がかりだけど、しっかり調査を進めておくからね。テバはどう思ってる。また世話になっちまったなリンク。村が救われたのもチューリの成長もお前がいてくれたおかげだ。水戸族は受けた恩義は絶対に忘れない。今度は俺たちがお前に力を貸す番だ。この辺りの調査や守りは任せとけ。ゼルダ様の手がかりも必ず見つけ出してやるさ。忘れるなよリンク、俺たちの魂はいつでもお前と共にある。また会おう。はーい、やった、借りを作っちまったな。リンクさん本当にありがとう。おかげでチューリも大切なことに気づくことができました。夫はそれが嬉しくてたまらないようです。息子の成長を誰よりも願ってきたのはこの人ですから。チューリがリンクさんのお役に立てるよう父として母として見守っていくつもりです。リンクさんのご分とゼルダ姫様のご無事を心からお祈りしてますね。話しかけてやろうか、ハーツも。俺はこれから監視砦に行こうと思う。リト族の代表としてな。ハイラル全土の平和なくして、リトの平和もなしだろ。準備が整い次第、すぐにでも出発するつもりだ。はーい。青月ケネいらっしゃい。チューリー男の子でしょ、チューリー。あの感じは。これは、村ではまあ特になんかイベントとか増えてたりしね。新しい配発明するでちゅよ。やる発明手伝ってくれてありがとう。これからもいろいろ考えてみるでち。なんかあげたっけ。チュチュのやつあげたんだっけ。木の枝だ。あと3箇所で、あと3賢者と。おーイエス。あ、賢者さん。チューリーと一緒に村を作っていただいてありがとうございました。吹雪が止んだおかげで各地調達した食料や物資が少しずつ集まってきています。仲間が手分けをして村に運んでくるので、ここで管理をしてるんです。そういえばハックがまだ帰ってきてないわ。ここから北東のタバンタ大雪原にある雪原の馬宿から食料を持ち帰るはずなのに。北東、村に戻ってくる途中で何かあったのかしら。寒い上か。あ、すいません、戻ってない仲間のことを考えていて。そうだ、ケンジさんは余分な食料をお持ちじゃないですか。吹雪が止んで備蓄は増えつつありますが、まだ十分とは言えない状況でして、ケンジさんが食料を余らせてるなら、私たちの物資と物々交換してほしいんです。
例えば洞窟で取れるアカリホラウオ3匹と木の矢10本を交換するのはいかがでしょう。持ってる？ あ今持ちないのですねがっかりあ、がっかりされちゃった。アカリホラウオが余ることがあれば木の矢と交換させていただきます。いつでも。がっかりされちゃった。アカリホラウオは食った、食った全部。俺の出そうと思えば出せるが、ちょっと待ってくれるか、ちょっと食ったから食ったからちょっと原型とどめてないかもしれんが、あるにはある。それやったほこらかい、違うか、ガタキサのほこら、ガタキサ、何これ。あ、コログいた。うわ、見つかった。コログいたよ、こんなところに。胃袋、お尻から出す。またね。胃袋じゃなくお尻から出してやるよ、俺が今から。雪が溶けたから、あったぞ、ほこらが近くに。よーし、お尻から出す。もう消化しちゃったから、お尻からねお尻からね。これで、これでどうだ。ダメか引っ叩かれるかな、大きな翼でパシッ。これは何、風に乗って、風に乗るよ、いくらでも乗るよ。はっ、おお、気持ちいい。エバラのゴマだれ。違う。うれ、割ったぜ。どうも。よこせ素材。オッケー。よし。前作はコログのメンテナンスがあった。マジ？どれ？捨てよ。宝箱あったら欲しいな、宝箱。どこ？ここか。どこ？おお。もういいのか。はい。エバラのゴマだれ。よしよし。コンプリート。はーい。はーい。はーい。お疲れ様。よし、四つ目。これで四つ目。はーい。よしよし。もういいよ。もう、リア充自慢はもう聞き飽きたよ。もう。聞き飽きました。聞き飽きました。よしよし。戻ろう、戻ろう。お腹いっぱいです、もう。その手の類はもうお腹いっぱいです。さてさて、次はどこ行くかな。ここでまだなんかできることないんかな。宝があったよ。オパール、オパールゲット。なんかこの村のさ、入り口のとこでもなんかなかったっけ、雪で覆われてた宝箱、凍った宝箱みたいなあった気するんだけど。途中の祠、途中の祠、あれもう現時点でできないやつあそこにあるわけないよね。ちょっとチャレンジしに行ってみるか。いやー、この音楽いいな、 BGM もいいな。いやマジこれが任天堂スイッチでできるのすごいよな。任天堂スイッチでこれできるのマジですごいと思います。あ、頑張ります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 。誰だっけ、頑張ります欲しがってたの。
頑張ります欲しかったの誰だっけ。あれ見ればわかるか。あ、ここ宝宝ほら。あったあった。よーし。ね、ほこりのほからの数だけ夫婦いるのね。ほんとに。アピールがすごいよ、ほんとに。絶対あれだよね。結婚式の時、自分たちの写真の印刷した皿配るタイプだよね。絶対そうだよね。結婚式の引き出物に絶対自分たちの写真の入った皿を渡すやつだよね。絶対あの二人あの二人ラブラブすぎて多分周り見えてないタイプのやつだよね。絶対完全に使いづらいやつ、処理に困るやつ。どうすればいいの。絶対配ってるって。何かしら二人のやつを配ってるな。確実に捨てられないやつだし、バチ当たりそうだもんね。バチ当たりそう捨てちゃったらバチ当たりそうだし、絶対そうだって。そうじゃなきゃあんな祠中に全部にね、夫婦の像を設置しないって。なんかここら辺もなんかない。ここら辺も宝なかったっけ。なんか雪で埋まってる宝、ハイラルボックリはあればあるだけ嬉しい。頑張りますわ。頑張りますいたのあそこだけだったな。2匹しかいないじゃん。頑張ります。おい、頑張ります。橋落ちてるの。まだ橋落ちてるじゃん。そろそろ橋を復興させる手はずは整わないのかい。待って、中をぶち壊す。あ、この橋を元通りにしなくて。ほら絶対あると思った。ようやく吹雪も収まりましたので、村のためにも橋を元通りにしたいのですか。こんな大掛かりなもの、我々だけではどうにもこうにも。ハイレア人の中には建築技術に秀でた方がいらっしゃると伺いましたが、ご存じないでしょうか。大工さんちゅうことよね。一葉さんだ。あ、なら監視取りでにいる大工さんは、あんな立派なもん建てたんやから凄腕に違いないやろ。名前はよ知らんけど、確か最後にダガーついてたような。誰だって。それは素晴らしい。ぜひともお越しいただきたいです。ただ私はしばらく村の警備の任から外れられません。監視取りでに死者を出したいところですが、今のところ手の空いてる者はいないし、どうしたものか。監視取りでってどこ。リトの架け橋。監視取りでってマップに載ってんの。リトの架け橋、最後の名前にダがつく人らしい。監視取り手ってどれ。マップに載ってるの監視取り手って。クムの地、氷結の、へえ、こっちはもういけないのか。桜田さん会、もうがいらっしゃい。えのきださん、えのきだか。そうか、えのきだ社長ですか。監視取り手ってのがようわかりませんのや。見ればわかるやつ、監視取り手って。帳簿のやつじゃないよね。わかりません。乗ってません、監視取り手なんて。ガルーダ帳簿台でしょ。サヒロワの方向。待ってね。ちょっと行ってみるか。どっちだっけ？これだ。跳ね上がる力。行くか。どうした？ピン。お？迷惑の力によりチューリの分身を呼び出せるようになった。今さら？あ、これも毎回話しかけなきゃいけないのか。なんてこった。桜田ファミリアは永遠に完成しないらしい。もうじゃあ作ってねえんだ。作ってねえんだ。作ってねえんだじゃ。そうなの？作ってねえんだもう。飽きたんだもう。飽きちゃった。風起きなかった。ただ暑いだけだった。これを弓で撃てばいいのか。ああこれか。これなんか撃つもんだと思ってなかった。ありがとう。これか。全然撃つもんだと思ってなかった、それ。
なるほどね。なんか的マークみたいな書いててくんなきゃ分かんないって。全然分かんなかったわ。それか。あれかよ。普通に行けたな。オレイ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 。痛めつけます。素材が全部下にこぼれた。跳ね上がる力、簡単なやつやんこれ。超単純な仕掛けだった。全然何のひらめきもなかったっす。そういうことね。いやもうなんか跳ね上がる力っていうタイトルで飛ぶんかな、しかも入り口から飛ぶわけじゃないんだね。入り口は弓でやって、今弓か長い武器でやって、その後なんだねっていう。ごめんね、もうなんか先入眼にとらわれてるね。完全に。完全にもう飛ぶことしか頭になかった。入ってから、ね、ちょ。頭痛いよ、これ、そんな。痛いよ、これ。ちょ、痛ーい。痛ーい。なんで？なんで痛いの？この、痛ーい。痛いよこれ。痛ー。ちょ、なんで普通にあれで入ればいいのか。反対側から入れるとかそんなことじゃないよねー。入れます。何度頭を打ったか。痛いぞこれは。お、これも弓で打てってことだったのかな。空中で弓打てるんだっけ。まあいいや、これは弓で打つものだよ。みんななんか弓で打つものっぽくなくない、これね。なんかそういうライトっぽくない。言い訳だけどさ言い訳だけどこれめっちゃライトっぽくない。普通のなんか打つものっていう認識がない。あれに、え、おしまい？あ、おしまいだ。まただよ。またお揃いだよ、夫婦。さよなら。はい、もう帰ります。気まずいんで帰ります。ありがとうございます。祝福だけちょっといただいて。ブレス・オブ・ザ・ワイルドにもあったかも。あったっけ？前作の時も打ってギミック解除してたよ。あれを？あの、また同じやつ？マジ？もう6年前だから忘れたね。6年前忘れちゃった。まあまあクリアできたからよし。そんなんじゃなかったっけ？あなたは？ゾローナ、タクヨ、ゴロン族かゴロンシティの生き方忘れるって？どういうことだよ？面目ない頃、まだ溶岩があった頃に旅に出たから、デスマウンテンの噴火が収まって新しい道ができたなんて知らなかった頃。確かに以前はそこかしこ溶岩だらけで耐熱装備なしじゃアイリア人は歩けないくらい暑かったから、俺も行きたくても行けなかったんだよな。とりあえず北東に見えるデスマウンテンを目指しながら街道に沿って歩いていくと、森の馬宿があってそこを北に向かってその人に教えてもらったからもう大丈夫頃。いやいや、お安いご用です。しかしデスマウンテンを目印にされるのはいいですが、山頂から正気のような赤いもやが吹き出てるようですし、あまり近づかれませぬよう。じゃあ雨も降ってきたし、早いとこ出発するか。お前が行きたいっていうステーキ屋におったら、すぐに次のとこ行くからな。分かってるゴロ、楽しみゴロ。行ってらっしゃいゴロ。カミトラの時はダイヤみたいなものだった？ほん。やん。新しい服とか、出てない。お、新しく人の羽毛、寒さガード、パエリアフード、これ俺が買ったやつだよね。所持数も見えるからとりあえず服全部集めたいよな。リンゴ、ハイラル米だ。ハイラル米買うか。いや、お金あんまねえな。買っちゃった。買う。
石ステーキかな。リンゴ、リンゴは取れるからいいだろ。言うてあんま取れてないけど。どうしよう。どこで祝福できたっけな。今回も、クセ強のおばちゃん出てくるのかな。出てきそうだけどね。あ、太郎さん、どうした？太郎さんだよ。あ、残念ながら不合格なんです。そんなこと言わず、僕にも深穴に眠る大発見のネタ調査させてくださいよ。ゾラン文字だって少しは解読できるし、多少はお役に立てるかと。ゾラン調査隊のリーダーが調査に加わってくれるのは頼もしい限りなのですが、太郎さんにはかかりこ村の落下遺跡の調査があるじゃないですか。監視取り手から見えるぐらい大きな落下遺跡なんて他にはないのです。まずは目の前の大発見を調べ終わってからまた来てくださいなのです。いやだって、ゾラの歴史を紐解く大発見っていうから、いても立ってもいられなくて。太郎、ゾラウ調査隊のリーダー。あの薄着だな。あ、ケンイ様。え、あ、もう次の人来ちゃった。仕方がない。若い席を眺めながら係子村に戻るとするかな。若い席ってどれなんだ。天気悪いから今見れないよな。太郎さんって国学者としてもトップクラスの救う方なのに、ゾラウのことになったら見境なく食いついちゃうんです。あ、今ちょうど地底調査してくれる協力者を探してるんです。ケンイ様ほどの方にご協力いただければこれほど楽しもう。協力しよう。ありがとうございます。ケンイ様に手伝ってもらえたら怖いものなしなのです。では説明させていただきますので、こちらへ。はーい。土砂降りよ。ラボに行かれば。行け、ラボに。ポウポウを取っていい？取っちゃダメ？それ。女子は、女子屋がいないうちに取ったらいいんじゃない、あれ。例の人型の像が描かれた欠片なんですが、地底調査の収集物の中に同じような欠片が複数見つかりまして、それを集めてつなぎ合わせたところ、じゃーん、見てくださいなのです。お、すげえ、完璧に復元されてる。立派な壁画が完成したのです。この壁画によると、ケンイ様が見つけてくださった人型の像はどうやら複数あるようなんですが、両者が注目しているのは像の視線の先にあるこの神殿らしき場所なんです。おそらく正面に描かれているのは、この大きな耳からしてゾナウ族かと、そしてそのゾナウ族に反応するかのように浮かび上がる謎の手形。これらが意味すること、まず一つ目は、人型の像の視線の先に神殿らしきものがあるということ。そして二つ目は、その神殿らしきものにはゾナウ族に由来する何かがあるということなのです。ゾナウ族は不思議な力を操ったと聞きます。まさかその力が。でもこれはまだジョシアの憶測にしか過ぎないのです。そこでケンイ様の出番なのです。ケンイ様にはこの壁画に描かれてある神殿らしきものを探してきてほしいのです。そしてジョシアの推測が正しいのか調べてきてほしいのです。本当は自分で行きたくて、明かり花もたくさん集めてきたのです。ジョシアはまだ子供なので地底に入る許可が下りなくて、ですのでこれはケンイ様に差し上げます。です。巨大だ。でかいやつだ。あとこれも木の矢10本ありがとう。明かり花と矢のセットは地勢調査ではお決まりなのです。これに地底を調べることはゼルダ様の手がかりにつながるかもしれないのです。うまくいけば不思議な力とゼルダ様の手がかりの両方ゲットなのです。ケンイ様よろしくお願いしますなのです。行くのです。マジです。マジなのです。これメインチャレンジなんです。マジですか。ほほう。じゃあ行きますか。神殿らしき場所に注目。神殿らしき場所ってどこよ。ヨシアちゃんも喜んでおったし、ベリーナイスじゃん。ミーもユーも写しを教えられてファンタスティックこうしておるぞい。じゃがプラパッドにまずまず素晴らしい機能がある。へえ、ユーよく聞くんじゃ。実はプラパッドにはほこらを感知するセンサーが備わっておるんじゃ。そうなの。なんじゃ、もっと驚かんか。天変地異の時にやられたあのほこらにいち早く注目したのはハイラルヒロシといえどミーしかおらんじゃろ。じゃが設備が整っとらん監視取り手ではさすがのミーでも実はディフィカルト。果ての村のプラパッド研究所にリターンせんと難しいだろうに。プラパッド研究所？プラとミーが開発していたプラパッド専用のラボじゃ。そこに行けばセンサーだけじゃなく、ユーのプラパッドをもっと改良できるじゃろ。南東の端っこにある東ハテール地方の南東、右下か。果ての村のさらに端っこで。ちいとばかし偏僻な場所だが、ラボとしては最先端だからの。じゃがまだ今はジョシアちゃんの調査のことが気がかりでな。もうしばらくここにステイじゃ。
じゃあ調査やらんとあかんってことですか。へえ。じゃあどこから行けばいい、これマップから行けばいい、どこにあるんです、最後にいた場所。マップピン、いまだ1個だけ。あ、左下目指すか。古びた地図が示す場所に。左下目指してみるか。暗すぎない?ちょっと。ここらでまだ明るい方だもんな。地図の方はまだあれかな。いけないのかな。暗くない?明かりばな。ぽいちゃん。壁ですよ。壁歩くない?これって雨、雨やす。いけないとかそもそもあんのか?違う。棒だ。そんなに言う。左下まだ行けないのかな。おい。いけなそうだな。多少ならでもいけるぞ。あ、でもん?敵か。あ、投げちゃった投げちゃった。エッチでいいから。おれい。おい。お、やばい。こいつからのダメージを与えられんぞ。投擲槍。こいつからのダメージはそのまま。あ、リザルホスの角。おめえリザルホスか。リザルホスの爪。ナイスー。お前、上から来たな。すげえ、一緒に攻撃もしてくれんだ。ほら。チューリー、チューリー。痛い。オッケー、いいぞ。くれ。トン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 。やりすぎだ、ちょっと。やりすぎて壊れる武器が。ゾラニウムはもういくらあってもいいからね、これは。よし。え、嘘、マジ?ダフネスの砦の採掘場。マジ?行くぞーい。採掘場だ。マジ?おれ、おれ、おれ。めっちゃない、大量に。おら、おら、おら。すげえ大量にあるぞ、みんな。これは、ゾラニウムパーティーだ。爆弾でどうにか。爆弾でいけるな、上の方は。爆弾を使うほどのあれがあるかどうかっていうあれもあるけど、価値があるかどうか。この採掘場もあれかな。お、まだある。時間で経過で治るのかな。また時間経ってから来たらなってんのかな。無理かな。一回壊したやつも無理なのかな。
夢のまた夢やなこれ左下行くの夢のまた夢やな。今全然左下行ってないし、俺左の方行ってるし、めっちゃ遠、地図の場所めっちゃ遠いやん、びっくりする。こうだ、あ、地底の地下に落ちてる、ぼんやり光る霊体、さても熱くはなく不規則に揺らめいている、集めておくといいことがあるかもしれない。ほう、これか。これだポー、ここだ、まずそっち行かなきゃダメだなこれ。ワープしようもダメだ、乗り物に明かりつけたら少なくする。あーなるほど、でも運転できないからな。一応タイヤと扇風機と滑空のやつだったじゃん、あれはあったんだけど、運転できないとまっすぐにしか進まんから。ちょっと、あ、ありがとう。そうか、これで回復すんだ。上目指そう。なんかいない？なんかあるぞ。取る、旅人の槍。これもらわなきゃいけない感じですかこれ。捨てて、取ったらなんか消えた。まずはまずは、お、まずは明かろう、明かろう、明かってからポーを回収して。あれ、待って、目標から離れてる、もしかして。おい通り過ぎちゃってる待って待って待って、牛にの容器のね、これやりたすぎてちょっと通り過ぎちゃった。やだ、暗いんだもん。でこれやれば明るくなるから、まあ、結果的にはね、遠回りのように見えて近道だったっていうこともあり得る。正気を迂回して迂回していってたら、もういつの間にかこんなことになってた。行き過ぎてた、あそこ行ってからここやるやつなんじゃねえのか。でもくれんだもんここ。でこれで辺り一帯がふわーってなるから、それでよし。ふぅ、オッケー。もうここに来たら HP も全回復してほしいな、できれば。ほら明かりがファー、おお結構広い範囲でハーマの絵の輝きで周囲が照らされた。やったねやったね。登るわけじゃないよね。え？どういうことこれ？アロマップ瓶全く関係ないってこと？アロマップ瓶ももしかしてあれか？おいお前かよ。ちょ、マジか、最悪だ。そ、そういうこと？やめてくれよそれ。これ依頼を受ける場所のやつじゃん。おい、そこ関係ねえじゃん、拠点じゃん。おい、マジかよ。こっちってことじゃ。ゾウいっぱいあるな。俺が取り立てたね。時間を取り立てられたね。もう丸々カットだね、これ。1時間ぐらい動画で。丸々カットです。おお。向き変えてきやがった。こっち？いるやん、こっちは。敵が。敵がおるやん。どうしよう、振りが速い武器がいいか、スピアでいいか。トン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 、あれあれあれ、君たちもしかしてあれですか。ほらほらほら、やーん、ほら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 、オッケー。あ、なんかこれかい、これだ。よっ、調べる。ボロボロの手帳、子のご命令によりこの拠点を破棄するった。ガサマに栄光あれ。なんかめっちゃいる。
お、時の樹海、中央ハイラル地底。爆弾、いや爆弾はあそこで使うか。どうしよう、燃やせるやつある？ないな。こいつ燃やしたいんだけど。素材ありすぎた素材ありすぎだこれ。うわ死んだわこれどっから、これこいつら倒す。トイ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 、より食べます。ナイス、強いな、多い。ナイスだ。もう君一人でいいんじゃないか。死体を量産していくな。セーフ。ふぅ、疲れた、もう疲れた、疲れたよ、もう。あ、ヘッショワイ、ナイス。疲れた。日だまりそうです。お、あれとちゃうの、あれでいいやろ、もうねえ、あれでいいやろ。くらあんま飛ばねえ。あれやろ、神殿。え、消えた？もしかして高さありすぎると消えたりする？ほほほう。何してんの、勝手に風出すのやめて。うわ、やっとたどり、おお、まだいんのか。なるほどね、貴様。滅びるがよい。どうだ、バレた。鎧が壊れちゃ刀しだな、おい。おら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 、鎧壊れてくさー。ハンマー、岩ハンマー。岩ハンマーゲットしたことなかったっけ今まで。これいらんか。あと2つしかないね。うい、俺で来いよお前。おい、上で一人いないでさ。やばいやばい、爆弾に火つけちゃった。OK。あんまで壊します。OK。よし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 。それ爆弾じゃないよね。爆弾っぽいね、その赤色。怖っ。爆弾のも横でハンマー振ってた。金属のハンマー振ってたけど、怖ーい。死んでもおかしくなーい。ドッカンバトルがまた始まる。あ、中央大廃坑。廃坑なの？明かりー、ここ明かりー。神殿なのでは？廃坑なの？廃神殿ってこと？ね、
で、これメイン、なんかバチバチしてるな。え、ボスじゃないよね。これ HP あれなんですけど。あれれれ、あれ、あれ。鍋出していいですか、ちょっと。鍋出して。お、鍋出した瞬間あれなんだ。光玉、これだな。手に持つ。これと、なんか、魚と、なんか、ポカポカの実とか、どうでしょう。ふふふふふふふ。スパイシー焼き魚、関係ねえ。薬できなかった、薬。焼き魚ができた。なんだこれ。人がいるよ。どうした？あ、こんなところに人が。で、僕もか。あなたも調査に来たんです。お前どうやって来たんだよ、ここまで。お前すげえな、おい。ほら、いいじゃなくて、調査団の面接を受けて。僕らも同じ面接を受けて、ここに来て。ほら、びっくり。これ見てください。月見のわからないモヤモヤした緑の文様に、いかにも怪しい石像。多分これ、ゴーレムって呼ばれる石人形で、動くと思うんですよね。いや、あくまで僕の推測なんですけどね。怪しいな、こいつ。早くしないと怒られちゃうし、方法がわからなくて焦ってるんですよ。怒られるの誰に？君は？あら、あなたも面接の合格者ですか？じゃなかったらこんなところに人がいるわけないわよね。ああ、ボケツ。まあいいわ。こんなところより、調査中の文献について話を聞いてほしいんです。文献に書かれたことが正しいなら、この石像が神代の力を授けてくれるはずなんですか？神代の力？ええ、このいかにも怪しい石像、噂に名高いゴーレムに違いないんです。私、神代の力と呼ばれるものについて解説された文献を持ってるんですが、いわくその力、斧が組みし構造物をすかさず記憶に留め、それを立ちどころに作り出せる力なりだそうです。これって作ったことがあるものならパッと作り出せるってことです。なに？すごいそれ。その力があれば我らいいじゃなくて調査団もぐっとこの地の探索がはかどりそうです。隠す気ないだろこいつら。いいがだ。文献によるとこの力をゴーレムが授けてくれるはずなので何とかしたくて。へえ、ゴーレムが授けて俺にか。保存機能が、それはありがたいよ。だったら先にこれやってた方がいいんじゃないの。あ、ダメなんだ。おーい、そんなものを触ってないで、いかにも怪しい石像見てくださいよ。こいつ俺に指図しとるのちゃうぞ。おい、こいつ、おい、勇者やぞこっちは。タカジンが、お、ワープだ、やった。認証者を確認。動いた。ブループリントをお渡しします。地底の探索やゾラニウムの採掘にお役立てください。ブループリント、あ、これね、最後の能力、これブループリントって、てててててて、久々だなこの、この感じ。パッパラパパーン、3つ手がある。来た、もう最後だこれ。能力、ウルトラハンドでの組み立てを自動的に記録する。周囲のものやゾラニウムを材料にすることでその記録を瞬時に再現し組み立てる。へえ、なんかすごいことになってないですか？もしかして文献に記された神代の力を手に入れたんですか？すごい、本当ならぜひ見せてほしいです。文献にはその力について書いてあるんです。その力、斧が仕組み構造物をすかさず記憶に留め、それを立ちどころに作り出せる力なり。ああそうだ、実はちょうど我々の乗り物が壊れていて修復に難儀していたところなんです。それ乗り物なん？おう、丸い台座のものはタイヤが一つ外れただけなんですか？バラバラだね。四角い台座のものはバラバラになっちゃったんです。でもその力があれば丸い台座のものを直したら四角い台座のもパパッと直せるってことですよね。そのすごい力でちゃちゃと直しちゃってくださいよ。まずは丸い台座のものから試しに直してもらえませんか？さっきやろうと思ったらお前に止められたんだけどな、この野郎。俺は忘れてねえぞ、それ。その恨み。ここか。べちょ。もうくっついた。外れた台がちゃんとくっつきましたね。高さ違う気がするが。今度は本番のバラバラになった四角い台座のものですよ。手に入れた神代の力でさ、パパパッとちゃちゃっと直してください。
明らかにいびつなもの出来上がったけど、いいんかそれ、これ走らんぞこれ走らんぞまあいいか、走らんけどいいか、どうせ言い方なしなこいつら。これより古い履歴が残ってない、履歴って3つまでしか残んないのこれ。はい、おおすごい、作る、やったね同じものが出来上がりました。しかもパパッとちゃちゃっと一瞬修理、これはさすがの神尾の力です。走らんけどなそれ、やっぱり文献は正しかったんだ、これはすごい力ですよ総長。あなるほど、やはり実在したかいびつマジでいびつ総長、これ同じ人ですか、イーガダン、でかいしたぞお前たち、そしてそこの剣士、お前も褒めてやるぞ。あーでも出てきたか、ブレワイにイーガダン普通に、あー褒めてやるとも、ん忘れもしない、かつて俺様をゲルドのアジトによりこの地に突き落とした張本人。え、あなんか穴に落としたっけ、え地下にいたってこと君たち、カノゼルダと共に必ず復讐してやると誓った憎き仇、憎き様をな、ここであったが100年目、忘れたとは言わせん俺様との因縁、コロナを聞いて再び恐怖におろけ、俺様はイーガダンの総長、あ強く地底に落ちても不死鳥のごとく舞い戻った男、パーン甲賀様だ、甲賀様、帰ってきたイーガダン総長、帰ってこなくてよかったのに、よく生きてたなおい、見ていたぞ貴様が我々の探し求めた神尾の力を手に入れた瞬間を、それこそ俺様たちがこの地で見つけた古い文献に書き記されていたものを、組み立てた工作品を記憶し即座に作り出すことができるという、遥か古代に失われたと言われる力だ、コピーだよねコピー、貴様ずるいぞ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 、俺様たちは苦労して手作りしてるってのに、はいはいはい、一瞬で作れるなんてずるいずるい、それは俺様が崇め奉てまつるあのお方、偉大なる存在にこそお役立てすべき力、憎き貴様とゼルダもろとも踏み潰すためにこそ使うべき力なのに、よくも横取りしやがって、こうなったら貴様を倒して我が物とさせてもらおう、ボン、おお、え何分解するのか、覚悟しろ、ライトが、ライトついてる、違う、絶対これっすよね、違うんだ違うんだ、やべ終わったんだこれ、あっ待って、変なとこ入っちゃったって、どこ、おい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 、やばい、体調エッジが壊れる、体調エッジ壊れた、簡単すぎない、あでも途中で変わるかどうせ弱すぎる、これだけだと弱すぎるぞ、おい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 、背中を突き打つ槍で突き突く、おう突き突く奉仕、ちょっとずつ装甲が熱くなっていくのかもしれんが、弱すぎる弱すぎるぞ、おいそれ、おマジか、おいお前マジか、それで壊れた、くそ無駄に家庭無駄に家庭でやんの、無駄に家庭でやんす、あいつ、おいあ何、あバリアだ、おう危ねえ、
そういうことね。間に合うかな。おい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 、ああ、矢返してくれてありがとう。どこ、もう消えるんだ。いた、あ、あ、あ、待って、体力くそ、ポインポイン、よし、であそこも光らせてくれよ。これで一応5まで回復した。よし、簡単だな。うい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 、あと1回、あと1回避ければよかったのにな。最初で勝ちたかったよな、最初で。あ、追いかけてこないの。食らわんやん。さっき当たりどころ悪かったのか。トン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 、よっしゃー、よし、余裕だった。ふう、マジハンドルずりーだろ、こっちハンドルなしなのに。ハンドルくれ俺に。ぐ、ちょこまっと小坂氏、正々堂々戦え。お前が言うか、こいつ。まあいい、今日のところはこれぐらいにしといてやる。よく聞け、俺様はここにあるような遺跡をすでにいくつも見つけている。貴様を見て分かった。そのゴーレムを動かすには右手を使うんだろ。急いで南西の廃校に戻って貴様と同じ力を手に入れてやるぞ。そして偉大なる存在と共に世界を終わりに導くのだ。お前が導かなくてもこのままだと終わるよ。え、取る？悔しくても追ってくるなよ。ずるい、それできるの。あいつの方が一枚上手じゃん。創作技術はあいつの方が上じゃん。あ、宝だ。何がもらえんのこれ。新潟団総長、甲賀様の陰謀。おしまい。いや、これからか。これからか。ゾナウエネルギーの特大結晶。ゾナウ、ん？ゾナニウムから。精錬されたエネルギーを凝縮して作られた特別な大きさの結晶、通常サイズの結晶100個分のエネルギー。なーにー、110個になった。あれじ様、オーレム、侵入者の撃退ありがとうございます。話をこっそり聞いていたのですが、あの男が向かったという南西の廃校はおそらくゲルド廃校とのことではないかと。この中央大廃校と同じく昔は採掘や精錬で栄えた場所にございます。ここからゲルド廃校へは石像をたどれば行くことができるのですが。石像？ひとまずあそこに見える光に向かうのが分かりやすいでしょう。それと旅立たれる前にもう一つ、主様にお渡ししたいものがございます。あちらにいる同胞にお声掛けを。はーい。ねえ、この手はそこら辺に落ちてないぞ。ラウルの手だぞ、ラウルの。初代国王のやつだぞ。侵入者を追い出していただきありがとうございました。私は見つからぬよう隠れておりました。そりゃそっと。ブループリントを手にされた主様にはまずこちらの設計図の石板を渡しましょう。設計図の石板、ドラウ文明の飲み物など設計図が書かれた石板。やったー。おい、下のやつがうんちすぎる。設計図、設計図は無限なのか。履歴はあのいびつなやつ。はい、設計図が登録された。やった。あ、これ空飛べるやつ、扇風機見つけた。これでブループリントで作れるものが一つ増えているはずです。設計図の石板を試すのに必要なパーツもご用意しましょう。ブループリント便利だな。今作は本当作るのに特化してますね。
鉄拳図の石板を使えば作ったもののないものでも作れます。ぜひお試しを。これついてるからなんかめっちゃ操作できるのかな。足マークついてるの、足マーク。じゃそこであれが、あーめっちゃ、うわすごい、なにこれ、大きなゾナウエネルギーだ。ゾナウエネルギー、ゾナウエネルギーの大結晶。でもこれはちょっといらんよな。ゾナウエネルギーは全く手に入ってるから。精錬結晶、新者を受け入れしていただき感謝いたします。私はこのゾナウニウムを他の世代に精錬していたのですが、姿を見せぬよう逃げておりました。お望みであれば精錬済みの交換いたします。はい、お望みのものをご覧くださいませ。これだね、ゾナウエネルギーの大結晶ですね。靴、ここ、はい、大結晶5個ですね。大結晶も10個15個か。はい、大結晶は以上です。はーい、お、これで2回分いけるぞ。これは何個あるんだ。280個もあるぞ。そうか、大は大で小は小でしかできないのか。小というか普通のやつか。はい、90個、いいよー。バーン、よし。で、あれは、あれはどこ？あの、バッテリーを、バッテリーをやってくれる子はどこ？おい、バッテリーを。バッテリーは？バッテリー。もうそれ聞いたって。バッテリー強化できる子はここにいないのか？精錬ゴーレムしかいない？まあじゃあいいか。ブループリント行きますか。バッテリー強化してね、あれだったのに、ね、はい、スン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 、作る、バーン、これいいのかい。トン、変えよう。小回りが利くやつに変えとこう。横投げがいいな。横投げで来るやつ。おお。うん。足りんかったけど。電池が足りんかったけども、暗くて見えないし、電池足りんかったけど、黒だったのね、黒だったのね。まあまあまあいいか、足りないどっかでバッテリー作ってくれたから、それをちょっと、バッテリーを作ってくれる人どこだっけ。どっかにいたような、バッテリー、バッテリー100個100個いりますみたいな言ってた子がいたけど、バッテリーをさ、ふぅ、これで明るくなった。ほわん、浜田の輝きで周囲が照らされた。よしよし、天空のところしか今んとこなかったっけ。はあ、また象が向かう先にみたいな感じのやつなんかな。カーンシュテルデの外にある空中遺跡のところにバッテリー製造してる。カーンシュテルデのそこの空中、あー、あそこね、あそこね。ちょっとじゃあそこ行くか。そこね。ジョーシュア帰ってきたよ。ケン様、何やら以前とオーラが違うような。もしかして、やっほー、ブルースリー、ブループリント作ったものを一瞬で再現する力、設計図、本当に地点にはな、ゾナウの神殿と不思議な力があったのですね。
ん、そういえば地底で集めてきてもらった収集物の中に思い当たるものが、ちょっと待っててくださいなのです。あ、ある？地図、設計図、あれでもなくて、それでもなくて、あ、これなのです。なのです。ケンシ様、どうぞ。なのです。設計図の石板、ドラウ文明の乗り物などの設計図が書かれた石板、ブループリントを使うことで描かれたものを再現することができそうだ。イエーイ。お、気球もそうか。でも素材はいるんだよね。うん、これ気球の設計図ですよね。これをブループリントで使えば気球が再現できるってことなんですよね。じゃあ、うん、はい、そこにあるロベジーの気球なんですが、壊れてしまって困ってたのです。そのブループリントの力で直しちゃったりするんですか？パパ、早く見たいのです。ちょっと準備してくるのです。うも言わせずです。はーい。ケンシ様、準備が終わったのです。ブループリントの再現するという力、ぜひ見せてくださいなのです。見せなきゃダメ。あ、かわいい。ブループリント。くそ。やらずにはいられないな。そんなワクワクされちゃ、やらずにはいられまい。これはどうだこれは、これはどうだ。いらんか。もう、ポンポン、ガシャ。トン、傾いてる。ただ、直ったのです。気球が一瞬で。まあ、これやらんでも俺できたけどね。まさにこれは現代の芸術では説明できない不思議な力。ハイラル城も元に戻してやるよ、俺の力で。ロベージー、なんじゃ女子アちゃん、大きな声だし。ん？アンビリーバボーミーの気球が直っとる。アンビリーバボーやろ。この力こそゾナウ族が操ったという不思議な力に間違いないのです。まさかゾナウ族の力を目の当たりにできるなんて。ありがとうなのです。お礼にこれをどうぞ。女子アのとっておきなのです。大きなゾナリウム。一個かい？たったのたったの一個かい？それが何かはまだ解明できてないのですが、その光はゾナウ由来のものに間違いないのです。ゾナウの力を操る剣士様なら使いこなせるはずなのです。やっぱり地底にはすごい力眠ってたのです。女子はこれからも地底の調査を続けようと思います。もしかしたらゼルダ様の手がかりが見つかるかもしれないですし、剣士様も地底で新たな発見があったらぜひ女子に教えてほしいのです。まあ、致し方ないのです。まあ。ん？ケンシ様、まだ何かご用ですか？もっとないのか？おい。え、伊賀田の狩猟効果が？これは危険な予感なのです。ケンシ様、一度落ち着いてお話しするのです。さあ、こちらへ。俺、バッテリー作りたいんやけど、バッテリー。あれ、長くなります？そのお話。あれれ、あれ、あれれ、あれ。地底でイガダンの甲賀とあったというお話でしたね。イガダンはハイラル王国にあだなす危険な組織。その狩猟の甲賀はかつてゼルダ様や剣士様の命をつけ狙っていた人間ですし、放っておくと危ない予感なのです。それにゼルダ様に執着しているということは何か情報を持ってるかも。もし剣士様が甲賀を追われるのであれば、ジョシアも独自に調査を続けて地底を調べるのです。ちなみにハイラル平原の南にある時の森で深穴と新たな石像が発見されたっていう報告が届いてるのですが、新たな石像？その石像は剣士様に写し絵で見せてもらったものとは別物で、ブループリントの神殿を経由しながら南西に向かって何点も続いていたらしいのです。ブループリントの神殿を経由しながら、塔が伸びてる方向に意味があると考えるのなら、神殿の先には何があるのか、他にも役に立ちそうな地底の情報を集めておくので、また来てくださいなのです。OK なのです。どこでしたっけ？どこにあれあったよね。ここだ。バッテリー製造。すぐそこだった。すぐそこだった。どうしたおい？寝とる。九条寝とる。バッテリーはいらんかね。バッテリー作って。こちらバッテリー製造機です。製造ご希望でしたら、ゾナエネルギーの結晶を製造して、
お持ちの頭脳エネルギーの結晶2個200個で2個追加製造できますが、製造するです。おお、なるほどね、2メモリ分ってことか。少々お待ちください。なるほどね。ナイス、 1.6 倍ぐらいになった。これお待ちのゾナエネルギーの結晶を変換し追加バッテリーを製造しました。おい、追加バッテリーかけるに、やったね。これでいいのだ。おら、バキーン。すげえ、最大めっちゃあるぞこれ。最大までやったらめちゃくちゃあるじゃない。飛んだりできるだろうこれ。もう端から端まで飛んだりできるんじゃない。それは無理か。わからんけど。またどうぞお越しください。また来まーす。ありがとうございます。よーし。まあ、とりあえず今回はこれでいいか。結構やったなぁ。結構やった。無駄足を踏んだこともありましたが、まあ、それもね、経験ということで、学びを得たということで、次に生かしていきましょう。まだまだできること増えていくと思うんで、続きも楽しみにしておいてくれたらと思います。また次の動画見てください。お疲れ様でした。